はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今日は加工関の対岸に来てます。で、これずっと気になってたジャッカルのクルーバー SF、 あの、うん、いい色買いました。何やったっけ、なんとかデビルズクリアか、あの水野さんが多分いい血寄ったやつじゃないかな。で、これがまあ、揺らぎがテーマの、もうあんま動かないやつですね。あえて動かないように設計されてて、もうゆっくり巻くやつですね。で、いろいろこだわってて、ここはね、フックもこのテールのバイトも取れるように、ホルダーがついてたりという形で、で巻き抵抗も結構なんか、あのゆっくり巻きよったらわけわからんのでね、抵抗がないと他のルアーでやりよったら、まあ、なかなかしんどいんですよ。まあそれが、まあ、ないようにっていうか、結構抵抗とかもあるように設計されてるみたいで、まあちょっとね、自分が今年巻きの釣りをねしっかりやりたいというテーマを掲げてやってますんで、まあ、そのテーマにしっかり合うルアーなんで、めちゃくちゃね気になってたんで買いました。で、 40g ですね、ということでちょっと今日やっていこうと思います。で、ラインはちょっとね、30ポンドに巻き替えております。まあ本当はこれ多分16から20ぐらいがクルーバーはいいんでしょうけど、まあ僕はちょっとね、あの他のビッグウェイトもやるんで、30ポンドのナイロンに変えております。で、めぐちゃんは今日ちょっとラチェット、はい、ゆっくりね巻いてみてください。まあ引っかからん程度に、ゆっくり、まあ、自分で確認しながら、もう分かると思うんで、ね、浮きすぎてもダメやし、まあ、ちょっと自分で調整しながら、ゆっくりリーディングやってみてください、はい、ちょっとこのね護岸沿いを打っていきましょう、はい、というところで頑張ろうね。よし、風がすごいな。ここ多分そこまで引っかからんと思うよ。よし、早速リーディングはこれぐらいなのかな。ん？うん、だけど、サイドキャストやね。このラインスラックを巻き取るぐらいのスピードだと思うんですよ。だけどラインが太ければ太いほどたるませやすいんで、まあ、ベストはフロロがいいでしょうけど、でもちょっとこのタックルで、今日はちょっとやりませんけど、めぐちゃんバラムね投げてみたいということで言ってたんで、まあ、それもあねて、ここはちょっとナイロンの30に巻き替えてますけど、まあ本当多分ロッドを下げるわけでもなく立てるわけでもなく、本当にこのラインスラックをゆっくりこうやって巻き取るような、こんな感じだと思います。多分このルアーは、僕はね結構映像的に見ても面白くないと思うんですけど、やる側の僕としてはすごく好きな釣りなんですよね。やっぱいい感じで、このなんだろう、引き抵抗を感じるんで、本当これぐらいのデッドスロー巻きがそんなに苦痛ではないですね。軽すぎず重すぎず、適度に抵抗があるんで、ほんとこのこうやってたるんだラインスラックをちょっとこう取っていくぐらいのでいいんじゃないかなと思いますけどね。要はこれがこう、この時期特に今日とかもう暴風なんで、もうまず厳しいと思いますけど、まあそういう中でもシャローに上がってきて、まあ一日のうちでもう1回あるか2回あるかぐらいのフィーディングのバス、もうでかいやつですよね、それに口を使わすっていう感じだと思います。なんでこのなんかな、ジョイント部分もこう水をね抵抗を受けるようになってるし、これが俺結構ねめちゃくちゃいいと思って、このテール今はめてますけど、こんな感じになってますよ。だけどここに固定することがこうできるよと。で、このバイトがあったらすぐ取れるようになってるみたいなんで、まあバラシ軽減みたいな感じだと思います。かっこいいね。やっぱ 40g だけめちゃくちゃ投げやすい。めいちゃんここ来たことないよね。うん？
どうやったっけな、俺はここで寝掛かりした記憶はないけどね。すごいよねこの釣りを、あの片岡さんって方だったですかね、あのプロは10年前ぐらいにからやってて、冬にめちゃくちゃ釣れるっつって。なんかこの釣りは本当いろんな釣りにマジでつながると思ってて、まあ、スピナベが本当これなんですよね。加工関の、まあ、シーズン入って釣れる釣り、スピナベのこの今 GoPro で多分映ってないかもしれないですけど、このこれぐらい今ラインがたるんでる状態で巻いてるんですけど、まあ、スピナベも本当こんな感じで、ボトムに当てながら、これはもうボトムに当てられじゃないけど巻いてて釣れるっていうのは、それは俺経験してるし、ただビッグベイトのこのただ巻きで釣るっていうのは、まあ、僕からするとまだ経験のないことなんで、今年1年やり込んでみたいなと。だけど使い分けでしょうね、まあ、ただ巻きでもラチェットみたいにゆっくり S 字を欠かすのか、このルアーみたいに、まあ、揺らぎで、ナチュラルな波動で誘っていくのか。なんか言われてましたけど、動かそうと思ったらちゃんと動くようにも一応セッティングはしてるんでっていうことで、だけどこうオールシーズン使えるみたいな感じで言われてたと思います。なんか本当このラチェットとの使い分けはすごく面白いなと個人的には思いますけどね。これだけもう今どのぐらいよ、これ 1.5 メートルぐらい近いてあったんで、もう表層近辺ですよね、おそらく。まあ中層、よく言って中層ぐらいですよね。音楽が 3,4 メートルなんで中層かな、中層を多分ゆっくり引いてきてる感じだと思うんですよね。なのでバイトがあればもう鬼フッキングって感じかな。うわー、もうこれマジ釣れたらやばいね。俺のめちゃくちゃ好きな釣りなんでね、これはあの開発がどうのこうの地位の時からすっげー気になっとったやつなんですよ、マジで。あ、もうこれ出たら絶対買おうって思ったです。なんかどうしてもこう動かしたくなるじゃないですか、まあ、僕だけじゃないかも、僕だけかもしれないけど、なんかこうジャークしたくなったりトゥイッチしたくなったり、自分も148で釣れた時はやっぱこうトゥイッチして止めてまた動かす瞬間とかにバイトしてきてるんで、まあ、どうしてもこう動かしたくなっちゃう。でこれずっとね、この揺らぎについて自分なりにずっといろいろ考えてたんですけど、なんかこう例えば猫リグとか、まあ、全然この釣り方は違いますけど、なんかこう無駄にシェイクしたくなったりするけど、初めて釣りした人とかに例えば猫リグとか刺してわけ分かってなくて、なんかもう放置してたらいきなり釣れちゃったとかいう、なんか結構聞くじゃないですか。そういうのもこう通ずる部分があるんじゃないかなと。人間的には動かした方が釣れそうだから、こうシェイクしたりトゥイッチしたりジャークしたりとか言うけど、結局やっぱ魚からするとこの揺らぐ程度のナチュラルの波動がやっぱこうベイトに近いんじゃないかなと、イメージ的にはですね。なんかこうハードルアーなんだけど、こうベイトに近い考え方なんじゃないかなと。だけこう食っちゃうみたいな、まあ分かんないですけどね、まあそういうジャンルなんじゃないかなと自分の中ではそういった想像をしながらやってます。まあ本当ね、このただ巻きは奥が深いんで、自分も1年かけてやり込もうかなと。早い早い、精神を集中してゆっくり巻くんだ。そうなん？
っとめぐちゃんがやっぱバラムがいいと言いますんで、ちょっと取ってきました。じゃあ持ってきたよ。そうそう、そんな感じ。あーいいね、瞑想しよん目つぶってコスモを感じよん食ってきようやろ。もう魚の気配が分かるようになった絶対ウケるよね気配巻き取れちゃううん、この間のバイン情報でちょっとやってみてんラチエットの後やったらやべえやろハ後ろ気をつけろよやっぱ後ろがあるけどちょっと厳しいね今日は。今日はちょっとや、うん、無理やね。当たりだってもうバラムが当たりようもん草に。じゃあこれちょっと見て、どうめちゃくちゃ俺は好き。いやだけ揺らぎやけ、あのほんと投げてロッドをね、これっちね普通立ててやったり下げてやったりするやん、うん、こっちも平行なんよ、うん、であのスピナベの巻き方あるやん、うん、もうこのラインのたなんかね、もうちょっと遠くがいいな。このラインがたるむやん、うん、それを巻き取るぐらいの本当にこれぐらい、これぐらいのリーディングスピードで巻いたらこう微妙になんかな揺らぐんよねルアーが。どういう動きになりようとこれ見たら分かる。いや椅子とか何にもならんこんなん。微妙に揺らぎようやろ。あちょっとだけやね。ちょっと動きようやろ。これが効くっちゅって。だけどあえてその動このルアーが動かんようにこのフェザーもついておし、このルちょのバラムのここ見してん。バラムこっちやってん。これ見たら分かるんやけど比較するのがちょっとおかしいけど、比較するのおかしいやろ、ね、あのいやこのここのジョイントの部分見てん。あ、はいはいはい、逆になっとうやろ。おうおうおう、 V がね、 V が逆になっとうやろ、はいはいはい、これなんで逆になっとうかって言ったら、うん、結局さこれぐらいのリーディングスピードとかで巻きよったら、うん、何巻きよかわけわからんわけ。他のルアーでしょったら、うんうんうん、もうきしんどいやん、うん、だけど少しでも水の抵抗を感じるためにここはあのジョイント部分が逆になっとう。へー、だけどもうほんとこういうデッドスローな、もうなんかねビッグベイトなんやけどコンセプトが全然違う。これ一応大きさとかでもうこれとかもうガーッと早く巻いてもう完全にリアクションで食わせるって感じやけど、うん、これはもうナチュラルの波動で食わせるっていう。へー、そうそう、俺は結構面白いなと思ってね。まあ探れる感じやね。そうそうそう、やりにくいやろね笑。あのここ来る前あの犬鳴きちょっと行ったんすよ。でこうやってやりよったらえらい巻き抵抗が強いんで、うんちょ待って、クルーバーチこんな巻き抵抗強いんちょ待って、そんなリール壊れたんかなっちゅうぐらい巻き抵抗強かったんすよ。なんかこれ絶対おかしいちょ待って、よう見たらラインがこのシャフトの下と取ってそら巻き抵抗強いわねって思って、これはもうあかんって思って、もう仕切り直しでこのね加工席にやってきました。あーでもね俺は全然やれる釣りやなこれ。常にもうラインを見ながらやる感じですねこれは。ラインがこう太いとすごく、もうちょっといけそうやね俺的には。やっぱラインは太い方がこの釣りは
やりやすいんやねんかなと思いますね。たるみやすいし、重さで。まあフロロの20ぐらいがいいんじゃないですかね、多分。16はちょっと俺的には怖いな。やっぱね、でかいのが食ってくるこの時期釣り、もうそれだけに絞って釣りなんで、まあ20ぐらいがいいんじゃないですかね。まあでもフックがね、固定できるのは俺的にかなり熱い。本当テールバイトとかこれありそうなんで、ですぐ取れるようになっとうけ、こうバラシもね軽減っていうことで書いてましたけど、まあこういう俺みたいに今年はこのただ巻きを追求してやってみようとかいう人にとってはすごくこういいルアーなビッグベイトなんじゃないかなと思いますね。もちろんこればっかりっちゅうわけにはいかんで、いろいろ使い分けはねジョイクルやったりしますけど、ここっちゅうところでやっぱりこの釣りを本当にこう掴むことができたらすごい武器になるんでしょうね、きっとね。俺はまだそれをビッグベイトで体感したことがないんでね、こうやって修行僧のように集中してリーディングするしかないね。でこの間ハニースポットに行ったんですよ、福岡にある。で何回も結構行ってるんですけど、熊谷とかも含めて、あれ姉妹店やったんですね、しかも同系列やったんですね。これ知らなくて、だからもう結構もうストレス発散でめちゃめちゃ買ったんですよ。そしたらレジに熊谷のポイントカードがあったんで、あれみたいな、ここ熊谷のカード使えるんすかって聞いたら、店員さんがハテナみたいな顔して見られて、いや系列店なんでみたいな、あー知りませんでしたって言って、初めて知りました。でね、ちょっとこの北九州の方がね、ジョイクロのマグナムとか置いてなくて、なんか知らんけど人気がないのか需要がないのか分かんないですけど、でマグナムちょっと俺新品って買ってちょっと育てたくて買いました。まあね、尺腕とかあの辺はちょっとまだ無理なんで、まあ、いずれ死ぬまでのいつかチャレンジしたいなと思いますけど、ちょっと自分はマグナムぐらいからちょっとやりたいなと思って、まあそのマグナム用にっちゅうこともあって30ポンドに巻き替えてます。このタックルでちょっとマグナムやりたいなと。全然投げれるんで、まあもうメグちゃんのねバラム見すぎて、メグちゃんもジョイクロマグナム見た時そんな大きいチョモンやったよね、うん、あもうギラギラ攻撃はうわマジでけえねって思ったけど、ママママあーマザーあの9万5000円ぐらいだまあ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 ってあれやばいよね、9万5000円よ。いやあんなんロストしたらもう俺もう失神するわよマジで。いやあれ何オースあるんやろうね、投げれるんやか。いやあれもうさ、タックルがもうなんか海のなんか笑いが出るようなタックルじゃないと投げれん気がするけどね。ラインも多分60ポンドとか80ポンドとかなんじゃないの、分からんけど。いやめっちゃでかかったよね。でもギラギラ攻撃かっこよかったね。いやあれやばいわ、めっちゃかっこよかった。しばらく眺めやったけど、でマグナムがほんと全然でかく感じんけね。あれも本当は結構麻痺しとうよ。あれも本当は結構でかいんやけどね、230ミリぐらいあるんよ確か。ちょっとキャスティングうまくなっとやんうまくなったやんそれめきちゃんマスク買ったよね
熊谷でね、めちゃくちゃいいロットを見つけたんですよ。やっぱ短いロットがいいみたいで、今のスカットブラックレーベルが7フィートなんですよね。でやっぱり636664 65、その辺持たせましたけど、やっぱ長いみたいで、でボンバダのパックロットやったかな、ボンバダの54、あれがねめちゃくちゃ良くて、いや俺が欲しいぐらい、もうほんとこれと似た感じですけど、これよりもさらにいいみたいな感じですね。ただ値段がね7万以上するんですよ。なかなかないんですよね、ああいうやっぱり5フィートクラスでビッグベイトも思いっきし投げれるようなタックル打ちになったらやっぱ限られてくるんで、もうボンバダのあれはいいなと思いましたね。54めっちゃ使いやすいと思う。いつかねあれは手にしたい。投げにくいやろ。ねぎちゃんも今話しよったんやけど、ボンバダ乗ると欲しいね。ボンバダ違うボンバダの話したらずっと車の中でこれを言うんすよ。でも俺が知らんで、何やったっけ。ランバタ、ランバタYouTube で見せられたけど、それでも俺わからんやったっすね。ジェネレーションギャップ、誰しもが知っていると思っている知らんやろ、聞いたことはあるけどね、聞いたことあるけど、うん。あ、俺が取ろうか。これ持っとって。落とさんことね、はい。これ結構硬いんだよ。硬いね。強いやつに買い取るからね。あれなんででも流行ったんやろあれが。分からんけど、なんか忘れたけど、ビリーザブートキャンプかね。うん。あれぐらい流行ってたのかね。あれそれ相当な流行りやね。分からんけど、もうランバタって言ったら、ボンバタとか聞いたらランバタって言うの。共感する。アキラさんなんかは乗れたから共感するんじゃないかな。わかるやか。同じ世代だから。なんかでも雰囲気的には良くない。うん、雨上がりで風はめっちゃ吹きようけど。うん、ちょっとこっちは落ち着いてほしい。いや本当に揺らぎやね、すごい。なんかもう本当こう水の、うん、俺は結構この釣り好きかな、こういうの。うん、なんか結構集中できて好きやね。ただやっぱこのショートロッドをね買ったおかげで、よりこういう釣りが俺的にはすごくやりやすくなりましたね。軽いし、タックルがまず軽いっていうのがね、軽くて丈夫で、本当オンガー川には遠投船場合はねめちゃくちゃいい。船中ってまあまあ飛ぶしね、普通に十分ぐらい。もう本当こんなんやもんね。だけどもう人間が見て、お、いい動きするねとかいうものではないよね。最初映像見たき、何なんこのルアーって思ったっすもんね。俺はその話とか何にも聞いてない、ただそのスイム映像見ただけの時はね。で動画見て話聞いて、おー、いい、今年俺が力入れてやろうとしようことやんって思って、これは買うしかねえなってなるじゃないですか。買えたきよかったですけど、まあでもどこ行ってもちょろっとですけど置いてましたけどね。お一人様一個限りとかやったけど、多分普通に買えるんじゃないかな。まあ、気になる方はぜひね買ってみてください。なんか片岡さんやったっけ、うわ、あのピンクのカラーかなんかがおすすめっちよった気がするけど、
ついてないかな。めぐちゃんのせいでね、その何やったっけ、ディリリリリンディリリ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 リンがね、もう頭から離れんでね、昨日から本当に。なんて、あ、ゆっくり巻いてもいいよ全然。いや、きついやろ、そもそもタックルが全然合ってないけ。お、なんか今追ってきとったくね。おうおう、うわ、マジか、マジか、今追ってきとったわ、めぐちゃん。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日俺なりにこのクルーバーね、あのラインスラックのたるみを取るぐらいのね感じで、ひたすらひたすらもうデッドスローで巻きましたけど、これね、めげちゃん今日178、はい、この違うゆうさんからもらったの持ってきましょうね、うん、はい、まあ、タックルはちょっとまだね俺的に合ってないんで持ってきてないんですよ。これもそうなんですけど、だけどショートロットのちょっとこれもらった他のルアーが巻きやすいやつ買おうっていうあれやったんですけど、まあなかなかちょっとね予算的にポンポン買えないんで、ね、あれですけど、まあね今日本当にこのデッドスローね、うん、結構寒い中頑張ってゆっくり、ね、風が強いけね、4メートル以上あるんで風が巻きましたけど、でも一回だけ本当にチェイスがあったんで、私もちょっと当たったよ。本当？ズズッチ。ズズッチ。ズズ。まあでもそれで当たったってことは本当に魚かもね。沈んでないけね、そこに。うん、わかんないですけど。まあでも一回だけ本当にねチェイスはありました。バスかどうかはちょっとわかんないですけど、まあ今年はこのただ巻きね、本当ちょっと頑張りたいんで、コツコツちょっと俺は、ビッグベイトでこういった釣りやっていこうかなと思います。頑張ります。まあ一緒にね、はい、頑張りましょう。頑張ります。はい。ぜひね、あのこんな感じでずっとやっていくと思いますけど、あのよろしくお願いします。高評価とね、チャンネル登録していただけると非常に励みになります。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバーイ、バイバーイ、じゃあねー